기대 상산의 주체와 공산화 시대에서 대한민국 최고 지도자 김정은 전통이나 모두 동아지의 실수를 평양소 삼목하다이어 립반이 직고시다 아메리칸 평양고조 겐지 시도시마시다 金正恩元帥は工場の人たちの手を一人一人握って新たな太陽の生産で集団的革新を起こして労働党が切に求めている問題を解決し私を大いに力づけた工場の労働者に感謝の気持ちを表するために訪ねてきた本当に大きなことをやってのけたと言ってその労をねぎらいました。元帥は革命実績教育室を見ました。そして工場の労働者たちが偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の足跡が記された栄光の職場で生き働くというプライドを持って太陽の生産で新たな奇跡と革新を創造し太陽工業の主体化を実現するために尽くした主席と総書記のその人の指導の業績をいつまでも輝かせるべきだと述べました。現在は工場で生産される各種タイヤと新しく開発された移動式弾道ロケット発射台の大型タイヤを見ました。現在は11月の大きな出来事を精力的に準備していた時のこの9月アメノカンタイヤ工場に貯蔵式の駆軸移動式発射台の大型タイヤを無条件に開発して生産する課題を示しました。工場の労働者たちが自力構成の旗を高く掲げて折り重なる困難を乗り越えて生産に励み労働党の命令を見事に実行する誇らしい成果を収めました。現在は工場になかった大型タイヤの生産工程を輸入設備に頼らず国内で生産して短期間に革命的に新築し主な物理的機械的性質が輸入品よりはるかに優れた新型の大型タイヤを見事に生産したアメノカンタイヤ工場の労働者の奮闘ぶりと仕事ぶりから特別深い感動を覚えた。党中央の名で頭を深く垂れて心から感謝すると述べました。金正恩元帥は工場の各所で生産と管理運営の実態をつぶさに見聞きしました。そして工場で社会主義建設の全ての部門で勝利の前進が加速化している今の劇的な時代の要請に即して経済管理を綿密に行い単位の生産をさらに高い水準に引き上げること、世界的な単位工業の発展の趨勢に合わせて生産工程を新たに設計し現代化を実現すること、生産正常化のための原料と資材の供給対策を円満に立てるために粘り強く励むこと、従業員の現代科学技術をしっかり身につけた知識型の人に上場させること、労働者により良い生活条件を作ってやることに深い関心を向けることなど工場の管理運営上の貴重なことを教えました。また国の経済を発展させ国防力を強める上でトラックなど運輸機材を自力で生産するとともにそれに必要な各種タイヤを自分の力と技術資材で作って日増しに増大する需要を満たすべきだとし、そのためにはアメノカンタイヤ工場を知識経済時代にふさわしく現代的に改築すべきだと述べました。金正恩元帥はアメノカンタイヤ工場の労働者たちが朝鮮労働党の精神路線の実行に大いに寄与するものと確信し模範労働者とともに記念写真を撮りました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会朝鮮平副委員長と党中央委員会幹部の孫元智部孫元元友人の各同志が同行しました。11月30日敬愛する最高指導者金正恩元帥に在日本朝鮮人総連合会中央常務委員会から手紙が送られました。手紙は金正恩元帥の直接的な導きのもとに大陸間弾道ロケット破損15型のテスト発射をただの一度で成功させて国家核武力艦艇の歴史的対応を輝かしく実現したという特急すべき大勝利のニュースに接した総連の活動家と在日朝鮮人皆は戦意の核の冷戦で世界を手玉に
誇る偉大な愛国者、正室の英雄を仰ぐ、チュチャマチョ村の海外公民の限りない民族的誇りと栄誉が天をつくように高揚し、必勝の信念が湧いてくるのを抑えることができない。今年収められた3月18日革命、7月4日革命、7月28日の奇跡的な勝利と、大陸間弾道ロケット搭載用の水素核弾実験の成功について、アメリカ本土全域を弾撃できる超大型重量級核弾頭の搭載が可能な大陸間弾道ロケットサファン15型のテスト発射での大成功の運営的快挙は、天が生んだまたといない偉人である金正恩元帥ならではの特大の出来事で、5000年の民族史に金文字で永遠に輝く一番の喜び事である。総連の活動家と在日朝鮮人皆は、本と人民の運命を一心に担い、国家核武力環境の歴史的対応の実現で、アメリカをはじめ帝国主義の侵略と核の脅威にピリオドを打った敬愛する最高指導者金正恩元帥がいて、最後の勝利は必ず我らのものだという自信に満ちている。韓米対決が最後の段階に入った朝鮮革命の要求に即して、総連を共和国の尊厳ある海外同胞組織として盤石のごとく固め、元帥の思想と意図通りに家族の使命と本分を果たしていく。総連中央常任委員会が在日朝鮮人皆の燃えるような忠誠と聖母の念を込めて、父の朝鮮の永遠なる繁栄と在日朝鮮人運動の成功裏の前進のために、敬愛する最高指導者金正恩元帥の健康を心から祈ると述べました。敬愛する最高指導者金正恩元帥の革命活動を各国と地域の報道機関が報じました。インドアジア通信、インドの新聞アジアカバールデイリー、ネパールのインターネットメディアのネパール東電、シンガポールの新聞連合総報、中国の新華社、日本の日本経済新聞、ロシアのタス通信、インターネットメディアのモニタートーツカード、レムチッチ、ホームページ朝鮮民主主義人民共和国は今、ドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュース、ギニアの国内国際放送、長瀬の民族語放送、そしてアメリカの UPI 通信、ナイジェリア・キミルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会、トンガ民主共和国チュチェ思想研究全国委員会、北東三諸国朝鮮友好協会、イタリア朝鮮民主主義人民共和国友好連帯協会、ポーランド朝鮮民主主義人民共和国探求のための国際親善国旗、ナイジェリア日本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会のホームページに、本土自動車連合企業所の現地指導が載りました。ネパールの新聞アルタン、ロシアのホームページサパリアットモスクワに、トムソントラクター工場を現地指導したことが載りました。マスコミ各社とホームページに金正恩元帥の写真が共に載っています。偉大な金正恩総書記をしのぶ委員会がクウェートで、金正恩総書記をしのぶスロバキア委員会がブラチスラバで、金正恩総書記をしのぶ委員会がスイスで、金正恩総書記をしのぶインドネシア委員会がそれぞれ発足しました。各委員会が総書記の逝去6周年に際して、総書記の不滅の革命的生涯と業績を称える政治文化の名前書を行うことにしました。統一した今後民主共和国の人の契約が、歴史的な天安宣言、社会主義運用を擁護し前進させように署名しました。11月28日に行われた党緊急特別会議では、天安宣言が読み上げられ、オメール・ムスワンザニ・ムンジェンドウ全国委員長が宣言に署名しました。全国委員長は今後民主共和国駐在朝鮮代表部に署名文を手渡しました。
ド探索が可能にデールカタンドロケット共和国の関係国土で民族遺産の保護に力を入れています。ロードは今年数十個の遺跡と施設の補修と数千平方メートルの地帯整備、3万3000本の植樹など保護管理で多くの成果を収めました。ロードの関係部門では科学研究機関との連携のもと歴史遺跡物と天然記念物の現状保存と管理に科学技術の成果を取り入れることも計画的に推し進めています。20日、朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンが次のような声明を出しました。アメリカは12月4日から8日まで南朝鮮海外集団とともに共和国を狙った史上最大規模の合同空中訓練を行い、一触即発の朝鮮半島の情勢を爆発へと追い込もうとしている。アメリカと南朝鮮海外集団が行う合同空中訓練にはアメリカの主要戦略戦力の最新鋭ストルフ機 F-22 ラプトとおよそ35型機をはじめ、日本と南朝鮮の空軍基地から230機余りの戦闘機と1万2000人の米軍が参加することになる。アメリカの主要戦略戦力の最新鋭ストルフ機 F-22 ラプトとおよそ35型機を諸村島に大気を投入して、かつてない規模で実戦さながらの合同空中訓練を行うのは今回が初めてだ。アメリカは今回の訓練の目的が共和国の主な戦略対象を戦闘初期に無力化させるための実戦能力を連磨するところにあると公言している。先日もアメリカは3つの原子力空母打撃群を朝鮮半島の周辺に差し向けて共和国を狙った最大規模の核戦争演習を行い、最近は共和国に対する核攻撃が実質的に可能だということを世論化している。今トランプ集団は朝鮮半島で危険散漫な核の賭博をしており、核戦争を暗言している。アメリカが戦略核戦力を動員してかつてない大規模な軍事的挑発を続け、朝鮮半島の情勢を一触即発の鋭い状況へと追い込んでいることを国際社会はただならぬ動きだと評し、深い懸念と不安の中見守っている。これは朝鮮半島と世界平和を拡大し破壊する真の核戦争狂、真の核の悪玉が誰かをはっきりと見せている。アメリカが共和国の正々堂々たる自衛の核抑止力強化の措置を世界の平和と安全に対する脅威だと罵倒し、共和国を悪玉化するのは共和国に対する核先制攻撃の口実を設けるためのもので、核戦争の前奏曲だと言える。共和国の核武力の使命は自衛の核保有国の地位をさらに固めることについても朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の法令に明らかにされているように、共和国に対するアメリカの侵略と攻撃を抑止撃退し、侵略の本拠地に対する殲滅的な報復打撃を加えるところにある。現実は共和国がアメリカと実際的な力のバランスを保つとき、朝鮮半島と世界の平和と安全が守られるということを改めてはっきりと示している。国際社会は核戦争の太鼓の音がどこから響いてくるかをはっきりと見極めて、朝鮮半島ひいては世界の平和の破壊者、核乱者のアメリカに全責任を問うべきだ。アメリカの分別のない核戦争の長期沙汰により、朝鮮半島と世界が核戦争の火の中に巻き込まれるなら、その全責任はアメリカが負うべきだ。3日、朝鮮民主主義人民共和国の祖国平和統一委員会スポークスマンが談話を発表しました。12月4日から共和国を焦土化するためのアメリカと南朝鮮海外交戦勢力の侵略的な合同空中訓練が最大規模で行われることを受けたのもので、談話はアメリカと南朝鮮海外集団は前々からこの度の合同空中訓練が
北の核施設とミサイル基地をはじめ700個余りの核心標的を焦土化する歴代級の訓練になる。空中戦の王者と呼ばれる先端飛行隊が投入される史上初めての打撃行動として、北に対する最大のプレッシャーになるだろうと懸念している。ここで問題なのは、この度の実戦同様の訓練が共和国の国家核武力完成の歴史的参与、ロケット強国の引用の実現に度肝を抜かれた基地内大統領トランプが絶対に許せない、何でもやり通すなどと言って狂気沙汰を見せているのと時を同じくして強行されることだ。目下の事態はアメリカと南朝鮮最大抗戦勢力が未だに勝機を失って使い古した悪行を叩き、共和国を力で脅かし押し潰すための強盗丸出しの行動へと一層無謀に出ていることを示している。我々はこの機会を借りて共和国と朝鮮人民へのアメリカとその追従勢力の盲導に対応して史上最高の超強硬の対応措置の断行を慎重に考慮し、その代償を必ず払わせることを明らかにした朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長のこの9月21日付声明を改めて思い起こさざるを得ない。アメリカと南朝鮮傀儡軍部交戦勢力が挑発の度合いが高まるだけ、富が重なるだけ、恐ろしい報復の火薬の量がさらに増え、悲惨な自滅の時刻が早められるということをはっきり知るべきだと述べています。南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、11月29日、南朝鮮の19人の国会議員が旧日本軍性奴隷問題の合意の廃棄とその見直しを求める決議案を連名で発表しました。決議案は、性奴隷問題の合意は朴槿惠政権が国民と性奴隷被害者の尊厳と権利保障の義務を無視して成した屈辱合意だ。合意を通じて日本政府が性格が曖昧な10億円を出す代わりに性奴隷の犯罪に対する法的責任を回避することにした。日本当局が性奴隷の犯罪に対し公式に謝罪して法的責任を負い、南朝鮮当局は合意関連の全ての文書を直ちに公開すべきだと述べています。11月29日、インドとナイジェリアの人たちが共和国の大陸間弾道ロケットパソン15型のテスト発射の成功を祝ってそれぞれ談話を発表しました。インド共産党全国理事会のアトル・クマール安産書記と全インド農業勤労者同盟のスミット・チョプラ連合書記は共同の談話で、この度のテスト発射の成功で国家核武力完成の歴史的対応、ロケット強国の引用の実現を宣言し、戦略兵器の開発と発展は共和国の利益を侵害しない限り、いかなる国と地域にも脅威にならないと、またもや重くかに鮮明した朝鮮民主主義人民共和国政府声明を全面的に支持すると述べました。朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会委員長であるナイジェリア国民進歩党のラミアン・オグボンナ全国委員長は談話で、アメリカが名実愛伴う核保有国である朝鮮の戦略的地位を認めて朝米平和協定の締結へと出ることを求め、世界の進歩的人々が朝鮮半島の平和と安定のため戦っている朝鮮人民を積極的に支援することを強調しました。第14回ブラジル共産党大会の最終総会で朝鮮半島の平和と統一を支持する連帯文書が採択されました。文書は朝鮮民主主義人民共和国の自主権を犯し朝鮮半島への干渉をこととしているアメリカを非難する、ブラジル共産党は朝鮮の統一と停戦協定を平和協定に取り替えるという共和国の提案を支持する、朝鮮民主主義人民共和国を完全破壊するといったアメリカ大統領の盲言を非難する。これはアメリカと南朝鮮、日本がひっきりなしに繰り広げる合同軍事演習とともに朝鮮半島のみならず世界の平和に対する有意義脅威となると述べています。
以上でニュースを終わります。担当はチェジョンイルでした。こちらは直前の放送です。韓山大将は1592年の人心祖国戦争、日本という文禄継承の駅ですが、この人心祖国戦争の時、朝鮮艦隊が日本艦隊を撃破した戦闘です。当時李承信将軍の指揮の下、朝鮮水軍は日本水軍に大きな打撃を与え、朝鮮南海で制海権を完全に握りました。社会科学院歴史研究所の研究室主任、博士助教授のチョウソンチョルさんの話です。韓山道해전은1592年7월8일韓山道アパダエス외족이韓山道海戦は1592年7月8日韓山道沖で日本艦隊を撃破した海戦です。愛国名将李承信将軍の指揮のもとに飛行船を先頭にした朝鮮艦隊は敵船73隻のうち59隻を撃沈し、数千人の敵兵を消滅しました。それで日本軍の水陸兵進計画は破綻し、出鼻をくじかれてしまいました。朝鮮人民は韓山道海戦で収めたこの勝利を韓山大勝と説明してきました。1592年6月末、日本軍は3つの大艦隊に再編して朝鮮艦隊を攻撃しました。7月6日、大規模な敵軍が侵入することを知った李承信将軍は連合艦隊を編成し、全艦隊に出撃命令を下しました。李承信将軍は日本軍を巧みに韓山島沖におびき出して撃破することを決心し、朝鮮艦隊の主力を韓山島の北の岸辺に隠蔽させました。そして5、6隻を先駆けにして敵軍を誘い出るようにしました。李承信将軍は日本の艦隊がチョンネリャンをほとんど抜け出して韓山島沖に入った頃、一斉に攻撃を加えるようにしました。飛行船を先頭にする朝鮮艦隊は正面と両翼から攻撃して日本の艦隊を完全に包囲し、強力な砲撃で日本の軍船数十隻を撃沈しました。このように韓山島海戦は誘引包囲戦術が見事に駆使された戦闘として、中世の世界海戦史でも上位を占めています。韓山大将についてお話ししました。朝鮮の解放戦へようこそ。朝鮮の解放戦へようこそ。歴史的な一年の審査日、今年も残すところわずかですね。ええ、全くですね。本格的な冬の到来が感じられる12月の日なんですが、皆さんの地方ではいかがお過ごしですか。さて、この村もリスナーの皆さんから愛知で6人が届いていますが、愛知県の吉尾倉博さんは10月9日付の地震予告が添えられたお手紙に合格になりました。本日の受信状態は全体的に良好でした。本日の放送では最新の様々なニュースで祖先の現在を知ることができ、とても興味深いものでした。様々な最新情報とともに多くのいろいろなタイプの音楽も放送され、バランスの取れた内容だと思いました。特に偉大なる指導者金正日総書記推挙20周年記念にちなんで様々な行事が行われたニュースに興味を持ちました。花火の夜会やスポーツ大会も行われるとのことで、プロのサッカー、バスケットボールの試合もあるとのことで、ゲームの様子を知りたいところです。今後も引き続きサンタラジオで季節の興味深い放送を聞きたいと思いますので、
今後とも興味深い朝鮮ならではのニュース、音楽などを楽しみにしています。岡山県の上村昭雄さん、上村昭雄さんは10月25日付の地震報告が通られたお手紙に書いておられます。久しぶりにお便りします。涼しい季節になり、季節によく使える日が多く嬉しいです。今日は水槽になって更新曲など音楽を楽しく聴きました。季節の美しい観光地を紹介する番組も多く聴きたいです。カレンダーの美しい風景写真を見ながら放送を楽しんでいます。来年もカレンダーをお送りくださると嬉しいです。今夜は寒くなったと思いますが、お体に気をつけてください。これからも放送を楽しみにしています。新潟県の石黒隆さん、石黒隆さんは11月2日付の受信報告とともにこんな内容の手紙を書きになりました。四国のホームページが見えて一安心しました。ありがとうございます。ニュース番組は大変よく聞こえましたが、歌の時間になったら分身がひどくなり聞き取れませんでした。また 7580kHz が一番よく聞こえると思います。仕事休みでもレポートをいたします。山口県の伊沢富夫さん、伊沢富夫さんは10月9日、10月15日、10月22日、10月29日、11月3日、11月4日付の受信報告とともにご感想もお寄せになりました。伊沢さんのお手紙をお読みしましょう。私の名前が初戦の高校生へようこそで生まれる時が驚きました。金正恩委員長の東京委員会の活動報告の日本語版の小冊子がもう刊行されているのでしょうか。関心があります。伊沢さんの他の手紙です。初戦の声放送へようこそにて、リスナーは経済制裁の中でも受信報告を送ったりしてあまり変わりがないように見えます。新しいリスナーが増えたという話も出ていました。外交関係のない日朝間でも人々の連携は続いています。伊沢さんはまたこう書いておられますね。この間ボルトガードと社会12の市民キットの投稿をいただきました。ありがとうございます。ただ小さい封筒に大きく日本税関で切り裂かれていました。長崎県の古川隼人さん、古川隼人さんは10月5日と11月1日付、広島県の三宅秀光さん、三宅秀光さんは10月29日付の受信報告をお送りになり、大阪市の山森健二さん、山森健二さんは11月2日付の受信報告とともに、放送から送られた印刷物が横浜税関で没収されたことについてお知らせくださいました。そして三重県の森本春樹さん、森本春樹さんは自分のリクエスト曲が流されたことに謝意を表し、新曲をリクエストなさいました。東京都の堀江悟さん、堀江悟さんも自分の生活について伝えてくださいました。朝鮮半島の情勢は相変わらず緊張し、アメリカとそれに追従する勢力の制裁は日増しに悪辣になっていますが、リスナーの皆さんは朝鮮の声放送を熱心にお聞きになり、ご感想などをぞくぞくお送りになっています。ここは敵対中ですが、朝鮮人民と世界人民を離れ離れにし、朝鮮人民を孤立させ、また押しつぶそうと躍起になればなるほど、朝鮮の支持者が増えていることを発表していますね。朝鮮人民に困難が立ちはだかるほど、本人と親身に平和を重んじる親しい友人であるリスナーの皆さんは、朝鮮人民を大きく力づけています。リスナーがますます増え、朝鮮の声放送を熱心にお聞きになっている現状を通して、スタッフの皆は朝鮮の人形の正しさと不確さをさらに確信しています。リスナーの皆さん、どうもありがとうございます。リスナーの皆さんがお元気で、お仕事でさらなる成果を収めるようお祈りします。これからも初戦の声放送を熱心にお聞きになってください。では皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。
宇宙飛行機